い、皆さんこんにちは、さくらです。今回なんですけども、1月1日ということで初詣にやってまいった。私は今年虎女ということで、奈良は市議さんというところにやってきました。今から1400年ほど前、聖徳太子が物の部の守屋という人の討伐の際にこの山を訪れて戦勝の祈願をすると、天空に毘沙門天王が現れ、必勝の秘宝を授かりました。ちょうど毘沙門天が現れたのが虎の年、虎の日、虎の刻であったため、虎が信仰されるようになったのです。はい、ということで皆さん明けましておめでとうございます。とりあえずめちゃくちゃ人が多いから、カステラと欲しいもん買ってから、ちょっと人おらんとこ行って喋りたいと思います。で、トラがおるから、まずトラと写真撮影したいと思います。後方通路のためです。すいません、後方を開けてください。撮影の方、トラ側でお願いしますね。はい、とりあえず今トラと、写真撮影を終えたので、おみくじかなんかを買いに行きたいと思います。そう、そうそう、うん、そう思ってる。じゃん、おみく、え、待って、4番やった。じゃん、吉。え、待って、なんかこういうの全然意味わからんタイプやねんけど、このおみくじは竜の縁に隠れて天井の時節を松がごとく人盛りつ新種。何言ってるかわからんということで、分かったことは、まあ、今年は多分吉。まあ、吉って良くも悪くもない感じでいいんじゃないかなって。大吉出てもったら最初からね、いいの出すぎってことなんですけど、もうおみくじ引いた後はもう私の目当ては一つ、カステラ。ちょっと隠スペース見せた。頭の掃除してもらいました。字の大きさミスったからさ、ちょっとあかんかったかもしれへんけど、まあでも大丈夫でしょう。1500円の1500円、ありがとうございます。やった、見て、買っちゃいました。1500円分買ったこれを食べながらちょっと話したいから、人おらんとこを探したいと思う。これが1年一番初めの楽しみです。初詣ってまあベビーカステラ買いに来てるみたいなとこありますから。改めまして、皆さん明けましておめでとうございます。ということで2022年もよろしくお願いします。なんとですね、まずはですね、こちらカステラをゲットしました。まあ我慢できずに車の中で食べちゃったから、もう今食べちゃいます。でとりあえずいただきます。もう冷えたんですけど、ほんまにベビーカステラはほんまにめちゃめちゃ美味しい。この動画はですね、私の2022年の意気込みを皆様に伝える動画にしようと思って撮ってるんですけども、今2022年の YouTube の数字の目標としては1年で50万人行きたいなと思っております。その他の目標も私結構いろいろ考えてあるんですけど、まああの前の結構前の動画でも言った通り、また大会をチャレンジするってことで、ボディメイクに関しては6月に大会に出ようかなと思ってるので、日程は詳しくはまだ決まってないんですけど、大会に関しては6月を目標にまた減量もスタートします。で、ボディメイクはまあそのジムに行くのはまあ変わらないんですけど、ちょっと始めたいことがあって、まず一つ目がピラティス。これは私2022年は取り入れていきたくて、なんでかっていうと姿勢改善につながったりとか、体幹をしっかり鍛えれることによってなんかトレーニングの質とかも上がるっていう風に聞いたことがあって、もうなんせ姿勢が悪いんですよ私。なので姿勢改善とか体幹強化のためにピラティスを少し始めたいなと思っております。で、次がキック。
ックボクシング、こちらキックボクシングはですね、前に体験で一回ひーさんと行ったんですけど、おー痛い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 、まあしんどすぎてあれ以降行ってないっていうのが事実なんですけどね。でもあれをちょっとほんまに定期的に行ったら体力もついて、多分代謝とかも上がって、なんかもっと減量加速できるし、しかもあれをすることによって自分の摂取カロリーを増やせるんじゃないかっていう企みですよ。っていう点からちょっとボディメイクに関しては、今のジムの筋トレに加えてピラティスとキックボクシングを取り入れたいと思っております。2021年も、まあ、食べ物は結構我慢したんですけど、2022年は食べて動くの最強版にしたくて、めちゃくちゃ食べたいからめちゃくちゃ動くっていうわけじゃないんですけど、節制していかないとダメやけど、でもやっぱり食べへんことを推奨するのはなんかあんまり体的には良くないじゃないですか。なので、まあ、今も食べたら動くって言ってますけども、本気で食べて本気で動く1年にしたいと思います。っていうのがボディメイクにおいての私の目標というか意識で、そのナバに関してですが、まあ、ナバに関しても今年も直樹さんにボディメイクのパーソナルは全面協力していただく。なのでまた去年同様、直樹さんの元で食事管理もトレーニングも全部やっていただきます。今年こそは絶対に大会に出て、まあ言ったら初めての大会ですが、絶対に優勝したいと思います。勝負ごとには絶対に負けたくない。出るからには優勝したいし、出るからにはガチで本気で頑張りたいと思ってるので、ナバでは優勝する、それを目標に今年も減量トレーニング頑張りたいと思います。でまあ私は薬学生ということで、まあおそらく6回生にはなれるでしょうということで、テストはまあ合格したので、勉強面においてではですね、勉強面においてではですね、テストもちょこちょこ増えてくると思うんですね。で卒業試験に向けてだとか国試に向けてっていうようなテストとかも結構増えてくると思うので、薬学ってめちゃくちゃ暗記の世界なんですね。まあ暗記の世界っていうか、まあ、理解の世界でもあるけど、でも理解した上での暗記の量が莫大、もなガチで知らんけども、まあこんな教科書とかマジ5冊6冊7冊8冊持ってるんですよもう。なんでそんななんか一夜漬けでなんとかなるような世界じゃなくなったみたいなので、6回生はなので本腰を入れて勉強もしていきたいと思います。なので勉強しているシーンとかがまあ今年はたくさん出てくるんじゃないかなと思います。まあ直樹さんにこの前聞いてびっくりしたんが、あのさくらって薬学生なんて直樹さんにも言われて、いやそうって言ってるやん、なんか私を薬学生疑ってる方がね結構いらっしゃるみたいで、ガチで今薬学生なんですけど、疑われるほど多分私はその勉強の姿とか勉強内容を映していないということで、まあ6回生はですねさすがに多分勉強心増えてくるんじゃないかなと思います。でもその中でもねちょっとね皆さんに楽しんでいただけるような動画作りは絶対に心がけたいと思っているので、楽しみながら動画を撮りつつ、楽しみながら勉強もしつつ、まあ、何事も楽しくないっていう感情が全部のスピード感を落としていくと思うので、全部何事も減量も勉強も YouTube も全部楽しみながらやりたいと思っております。もうカステラが美味しいんですよ。今年24の代の私と同級生の方は皆さん年女年男ということで、年女年男が何なんて話なんですけど、まあ、年女年男全力で頑張っていきましょうね。同級生の薬学生本当に頑張りましょうね。で同級生の薬学じゃない子たちって大体は就職もしてて、就職2年目の年になるんかな今年が、だからってと思うんですけども、就職してる方も今勉強してる方もほんまに2022年も一緒に頑張っていきましょうねと思います。2022年はもっとたくさんの人とつながりたいと思ってるので、もっとねコロナがどんだけ落ち着くかも、正直もうマジで寒い、コロナがどんだけ落ち着くかも正直ね誰もわかんないじゃないですか。でまあ落ち着かないことには大きなねなんかこう大勢で集まったりっていうのも難しいと思うんですけども、まあそんな中でもできることを見つけて、なんかいろんな方とつながっていろんなことにチャレンジして、人生一度きりって思うので、何ですか、あのヨロってあるじゃないですか、人生は一度きり、はい、これですね、このヨロの精神を大事に、人生は一度きり、 You only live once、そんな感じで2022年もどうぞ皆様よろしくお願いいたしますということで、激寒なので今日はこの辺にしたいと思います。今年も本当によろしくお願いいたします。
この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。今日初めてこの動画を見てくれた方もチャンネル登録ぜひお忘れなく。今までずっと見てくれてる方どうぞコメントもよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。